死んだ。おい、嘘だろ、もしかして地震の一環がすごすぎて全員死ぬか。いやー、一環、それはいかーん。ダイスチル、世はまさにダイスチル時代。あ、いいね。え、て大丈夫、回線が。俺か、俺がオレゴンに来てるから。俺側来てるから回線があれなのか。あー、ちょっと、ちなみに僕のとこ来たらですね、はい、馬が手に入りますけど。いや、でも半分埋まってるやつですよ。いや、でも僕半分埋まってても乗れますよ。ちなみに本当かな、僕半分埋まってるやつ乗ってますし。馬だと回んなくちゃいけないのめんどくさいですね、これ。そうなんだよね。 あと交代できなくない、なんか後ろに下がれないんだけど。うまくね、こいつ下がれないんですよ。340方向に多分弓持ってる人いるんで気をつけてくださいね。340。いや、もう全部盛り上がってたよ。やっぱモチさんよな、トップバッターは。いや、モチさんはね、本当は鳥を飾れる器があるんだけど、まあとりあえず先発モチさん出しときゃいいでしょっていう、この運営の鳥だけにとりあえず。そうなんだよね。ネオムちゃんさん、チビネコさん、チュパさん、カナリアさん、賢者を発見者さん、ヨイさん。敵倒したくなってきたな。敵倒したくなってきた。僕がジャンプマスターか。僕がジャンプバッターか。なるほど。レイスとかならうちも取るんだけどね。ちょっとブラハはね、このご時世どこも雇っちゃくれないよね。飛びマスター、本当の飛びマスターを見せてやるぞ。強っ、ほぼ恐竜と戦えるタッパやん。ピクルなんだけど、ピクル、バキで読んだけど、あの戦士時代にいた戦士は、やっぱ戦士時代にいた戦士。鳥が持ってんのか。鳥の、インベントリー。あ、ほんとだ。ありがとう、感謝。弓さ、水の中じゃ引けないんだけど。鳥のインベントリー。じゃあ槍作るわ。飯あげないといけないんだよな、これ。ほら、ティラノサウルスのおかげでさ、こいつか。ちっちゃいのになぜか子供なのに音はね、大人なんだよね。もう一回、ほら、おいでおいで、ティラチョ、ティラチョ。ほら、音が絶対そんな質量ないのに、お前嘘つきが。じゃあこいつの名前は嘘つき、まあいいや。音は大人。あ、てか生まれた子供用の。なんかこいつらさ、水晶は重量減、あ、軽減されない。ちなみに水晶はアルゲンで、アルゲンの場合も軽減されない。うれうれ、あ、軽減されてるわ。やば、最高じゃん。じゃあアルゲンが水晶なんだ。水晶、水晶だね。なるほど、完全に来いって命令出したつもりだった。だから霧が濃いな。霧が濃い。あー、工業炉はなんか間違いなさそうだな。ちょっと炉作る、工業化するか。炉作ろ、炉作ろ、炉。オッケー、来たね。よし、無抵抗行くぞ、帰るぞ。俺らもうポリマーを十分に取った。
欲張りはよくねえ。今のはセーフ。イルカが殺される。やめなさい。よし、いいか。いないかな。イカどんぐらい深海にいる？しまった。スパム発見。撃破。とりあえずちょっと門置いてくるわ一回。どんなもんかちょっと。門どんなもん。はい。行きます。うわ、視界悪っ。こっちだな。おお、でもかっこいいかも。おい。いやおい。鹿だけに視界が。あれ？サイは素材採取できない。なるほど。降りるよ。俺国会行けんじゃない？マジっすか？あ、バカだ。もう信じなかった。本当に。もう。信じなきゃよかった今の。なんで？本なくなるから。本がなくなるから本当に。回収しに行って。回収しに行きます。おお、なんかいるいるいる。あ、なんか出てきたぞ。いる。あれだ。あれだ。絶対。あれ探してるな。あれです。探すよりあっちからもらう方が早いんじゃないですか。多分あの人たち中から出てきてるってことは多分中にはなかったってことですよね。これ中にはなかった。だから茶色いシェルカーボックスまだ探してるもん。これだけかな。 OK。 そして再び旅に出る。再び旅に出る。弱っ。このサバの倍率なら、アンキロいるなら、工業炉あれば 4,5 時間あれば作れると思う。多分 1.2 万前後、施設を含むなら5万欲しい。誰か鉄だって。うん、鉄だけに。はい、あー、木で作ろう。木の床作ろうぜ。俺は木が好きだ、雰囲気あって。いや、防衛面ではね、天井つけたら完璧。だけど、まあ、なんか今日の協定で。今日の協定。テックはここで増やしていく。ちょっと今、かすったな、今。ちょっとかすったよね。こいつはやばくね、だって。今から一からはちょっと。さすがの俺も、骨が折れる。え？俺も、折れる。いかんせんかっこよくねえか。戦艦やん、もうほぼ。俺も船欲しいなって思ったけど、俺イルカが降り上がるから2万なら楽。マジで。もう手伝ってくれよアリスナー。鉄みんなで取りに行こうぜ。山の鉄全部取り尽くそうぜ。鉄を鉄だっ。どうしようかな。でも待って、今振り直すと不憫になることってなんかある？今から俺がやりたいことの中で不憫になるなっていうものはある？その手に振ってたせいで。手に振ってた。アリ観察キットの主題歌。ありったけのアリをかき集める。あー、でもアリだな、それ。それはアリ。いや、もう無記入っていいじゃん。いや、無記入じゃなんかもったいなくない？だってそのサービスを受けれる分の金をだってが含まれてるわけだから。フォントちょっとダサくない？フォントとかじゃないから。あ、そうなの。おい、本当に。え、やばい。後ろいない？アランが戦ってる。後ろ？アランとこ、アランとこ。行こう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 。
それだね、ショック。なんだよ、怖い。助けないと、おい、嘘だろ。あいつにどれだけ恩があると思ってんだ。あらーいやー、永久なら勝てると思ったんだけどな。ただ、アランはまだ、諦めてない。あらアラン。アラン。じゃあ、アランめちゃめちゃ頑張ったよね。超いいやつだったな、あいつ。あいつぐらいいいやつ見たことあるわ。正直者はバカを見るって感じだったな、アラン、今回。あいつだったな。まあ、それ俺らが弱いってことなんだけどね。エイム速度 3.25。まあ、やっぱ VLK だよな。アランのチャンネル登録絶対知らねえやつだよ、それ。全然関係ないアラン登録してるよ。アランいなくなっちゃったんだって。アラン。ちょっとがむずいなぁ。アラン。おもちゃ戦争、俺たちのおもちゃ戦争しよう。作っとくか。じゃあ主におもちゃ武器ってなんだろうね。クロスボウ、これどうしたらいいの。シールドはメインの近接武器。なるほどね。縦、じゃあ俺縦 C4 でいきますわ。なんてだ、俺じゃあナイフ乗れる？重くない？あ、これいける？じゃあライオンについてきてもらおう。おいで。あ、ライオンは偉い。ライオンは偉いよ。なんで免疫ってカエルでいくの？免疫自体のクリアはバリオニクスとかの方が楽かなって俺も思うんだけど、カエルの特性で虫を食うとセメントに変えるって能力があって、カエルって能力があって、俺は助手席だ。おっせー覗き込み、ほんとなんかカスみてえなカスタム。いやでも重なってないとこはちょっと俺ブルジョアジーだからな、思想が。思想は思想、自然生成物じゃないと俺はね染みないよ。思想は思想ごときじゃ。